熱戦が続くパリ五輪で注目されたのが NHK の中川アンナアナ、30、だろう、何と言っても開会式の中継の際、SNS で、服を着ていないのか、といった声が多く上がったのだ。そのセクシーぶりに独立説も浮上しているほどだ。 写真 NHK の中川アナ本人のインスタグラムより NHK の開会式中継では進行の中川アナに加えアスリートナビゲーターの内村航平氏35女優のアン38がゲスト出演した中川アナの服装がベージュのインナーの上に白ジャケットを羽織るというスタイルでしたこのベージュのインナーが肌と同化したため素肌にジャケットを着ているように見えてしまったのです このためネット上で服を着ていないのかといった声が多く上がることになりましたとスポーツ指揮者は指摘するもちろん NHK の曲アナがそんな格好でテレビに出るわけがないのだがこうした指摘が上がったのにも理由がある中川アナのインスタグラムはそのスタイルの良さを生かしたファッション誌のような写真が投稿されることが少なくありませんもともと E カップと言われる巨乳系ですが それを強調するようなニット地のセクシーな服装を好むようで、その度にネット上で話題になるのですと先のスポーツ指揮者。いわば NHK のセクシー担当のような感じだが、それにとどまらず、日本テレビの岩田絵里奈アナや、テレビ東京の竹崎ゆかアナといった他局の女子アナとの交流ぶりを示す写真なども多く投稿されている。そして独立説がたびたび取り沙汰されているという。 芸能プロダクション関係者は話す。